もピアキングです。今日はこのコースやっていきます。トロールビーインザエアトゥナイト、今夜はトロールが宙を舞うということですかね。まあこれが意味するのはおそらくそこら中に罠がありふれてますよっていうことだと思うんですよ。嫌なコースだな。もうタイトルからして僕今から騙されに行きますよみたいなコースじゃねえ。まあ罠があればあるほど私にはご褒美しかないんですけどね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.61%。 そういや最近オーダーメイドでスーツ買ったんだよね。なんでかって言ったらロイド・フォージャーになりたかったんだけど。全く着る機会がないのよ。スーツなんてね、1年に1回も着る機会がないのよ。なんだお前逃げんだ。もう開幕起動か。普段さ、スーツを着ない人にとっちゃさ、スーツ姿の男の人めちゃめちゃかっこよく見えない。僕のいとこがスーツを着なきゃいけない仕事をしてるんですけど、そういう人たちからしたらマジでわかんないらしいね。スーツ姿の男の人がかっこいいって思う理由が、まあ作業着みたいな感じなのかな。そうやって働いてるとさ、もう見慣れすぎて全然かっこいいように覚えないみたいな。心記録あーって言われたけど大丈夫？なんか普通に進めちゃうんじゃない？やめろー。でもさ、普段着ない人にとっちゃめちゃめちゃかっこよく見えない？ネクタイをシュッと締める姿、うわかっけーみたいな。まあ僕もそうやって思ってたんですけど、ネクタイ締め切らないからネクタイの首元がチャックでカリカリカリって締めるやつ。買ったんだけど全然かっこよくない。さかだー。買ったの自体は無駄じゃないのよ。スーツはもともと欲しかったし、まあ10月にオフ会があるからその時にでもね着ていこうかなとは思うんですけど、ネクタイが悩んじゃうんだよな。マリオのネクタイでもしていこうかなと思うんですけど、お前こっち来いよ。そういや結構前にファッションセンター島村っていうところでマリオのネクタイが売ってるっていうのを聞いたことがあるんですよ。それ見たらめちゃめちゃ可愛くてさ、マジで買えばよかったなって思ってる。今はもう売ってないんだけどね。まあないなら自分で作ればいいんだよな。ネクタイに縦持ちで逆だだからスーツを着て縦持ちの魚っていうネクタイつけてるやつがいたらそれ僕です。ぜひ話しかけてくださいな。えっ、いやこれジャンプして当たってよかった。このブラパどうするんだろうな。あ、上から行けみたいな。いや行けんばい。いやなるほどね。パウは見えるところに置きなさい。さっきさ氷ブロックの上で突っかかったところがあったじゃん。これがパウブロックなんじゃねえかなと思うんですけどね。さあ抜けた音が聞こえた。マリーなんか持ってるね。絶対に離すなよそのパウを。もうこの辺から投げちゃった方がいいんじゃない。さあまさかいけるとは思いませんでしたね。さあ下で行きいいの？オンオフはしていいの？迷いもなくしまったな。少しは考えろ。父、母、ピーニャ、ステラタル、キノコじゃなくてステラタル、そして世界を救う。お前はマリーを救えよ。オンオフをしたら右にダッシュしてみようか。で上に行く。これでなんか変わるんじゃない？そうしないと先に進めないもんな。フラバー様。そういや台湾行ったことある人いる？なんかね急に行きたくなっちゃって行こうかなと思ってるんだよね。でさ行くのはいいんだけど、やっぱり言葉が通じないのが怖いっていうかさ、もうしょうもねえ雑談が多い。何スーツから台湾からロイドフォースなのかってさ、これ何の実況でどうやって行くのよこれ。上に行けばいいのか。うわー、みんな勘違いしないでほしい。このチャンネルはゲーム絶叫&雑談だけだ。うわマジでここ行き方わかんねえ。このカロンの甲羅取るところまではあってると思うんだよな。あ、わかった、これチビにならなくちゃいけないんじゃない？そうしてハテナブロックを叩くみたいな。でかいからあの下に行けなかったのか。で叩いた瞬間私はドクルマに落とされるんだろ、わかってんだ。え、違うの？普通に行かせてくれるじゃん。優しい優しい。ちょっけー、何センチだこれ花は。ドクルマに落ちてドクルマンって言おうとしたのに、その準備を返してくださいよ。ドクルマファンさんにドクルマンさんファン、ドクルマンもうどっちかわかんねえよ。でここで蹴る。またきゃー。蹴らなくていいんだ、当たっていっちゃえばいいんだ。なんで蹴ったんだろうな。すいませんね、頭がバグってること結構あるんですよ。まあいつものことですけどね。誰か助けて。左のブロックからバネが出てきたってことは、ここヒップドロップでいけんのかな。あ、いけるんだ、なるほどね。でここでヒップドロップシートバネを出す。このパンは発動する必要はないよな。カロンのコーラ履いていこう。どこに連れてってんだよ。邪魔すんだバネ。さあ次は
ヒントかな、さっきの場所じゃないこれ、なんか見たことある景色だよ。この四角の枠を叩けば、バメちゃん君は何もさせねえよ小僧が。この左上に何かあるんじゃない、右の氷は溶かしておこうか、そしたらボムが出てくるみたいな。あ、違うのか、あ、右側だよ、なるほど、こっちに進めっていうことね。いや違うんだって、すいませんね、僕がやってきた中でトップ3に入るレベルぐらいのボンミスでした。うん、こっちオンオフできないのかな。カロンのコーラいるってこと、やっちまっちょー。私このコースに一つだけ文句があります。中間が長い、中間まだなの。あれ、赤ブロックでカロンのコーラ消えたね。ってことは、これは先に右に行きつつ、この場所でオンオフ。ああ、なるほど、これでよかったのか。で、この出が記録は通っちゃっていい、通るしかないもんな。あ、ちょっと待って、そのジャンプはブロック壊せんぞ、どくれまー。これさ、マリオメーカーやってる方だったら結構わかると思うんだけど、下に落ちてるアイテムってなんでジャンプして取りたくなっちゃうんだろうな。なら、ジャンプしないで出が記録を取る、するとブロックは壊れない。で、一旦ここブロック壊しておこうか。うわ、どうするこれ、絶対またどくれまに落とされるって。何もすんだよ、どーん、なんでそこにあるの、落とせ。あ、待って、これブロック、ピキャー。デカ記録を取って針に当たっていけと、そういうことだと思うんですけど、右下の場所に出てくると思うんですよ。じゃあチビ状態で行こうけ、チビ状態だったら間違いないと思う。さあ、ここで一旦スーパーキノコになりの、ここでチビキノ、バカか俺ら。最初にからブロックを壊しておこう、そして針に当たればいいと、そういうことですね。さあ、チビになったから罠が変わってるとかはないでしょう。さあ、これはツタなんだろ、わかってるわかってる。そしてチビ状態だからここに進めた。で、どうする、上に行くか。いや、上に行くしかないよな。土管の方めちゃめちゃ気になるけど、これあえて右を進化してみようか。右を進化、おー、安い罠が。隠しは叩いたらいけないんだろうな、ブラパが降ってくるから。なら赤の土管入ります。マジで中間取っていいの、アーニャ、中間取るよ、アーニャ。ピーラスでも食っとけ。次は絶対に中間を取ってみせるぜ。土管から出たら右ダッシュ、右ダッシュ、右ダッシュ、よっ。中間位置めちゃめちゃ高い。そこのコインよ、罠だと思った僕を許してくれ。うるせえ。あ、そうそう、マジでみんな僕を褒めてほしいんだけど、保育園の頃から苦手だったナスビを克服したんですよ。昨日食べてみたんだよね、そしたら美味しくはなかったんだけど食べれるようになりましたみたいな。いや、食べるのマジで勇気いったからね。そうだぞ、子供の頃から苦手だったものを食べる勇気、皆さんには分かりますか。分からないでしょうね。トロールコースといえば、いかにも怪しげなハテナブロックを叩く、それに等しいんですよ。そう、この四角の枠ぐらいだ。でも俺はそれを克服してみせるぜ。あのね、ナスビが好きな方には申し訳ないんですけど、ナスビの食べた時の感触って言えばいいのかな、あのぬちょっとした感、あれが苦手なんだよね。何もんだよ。ナスビって嫌いな人の方が多そうじゃない。もう寿司の上に乗ってるナスとかあるじゃん、あれとかもうマジでゲテモノ料理と一緒ですよ。よく入れたな今。さあ、ハテナブロックを叩くと低級かい、分かってんだよ、それは分かるか。野菜の中で一番何が多いんだろうな、嫌いなものって。まあ僕の予想はトマトだと思うね。トマトとかさ、絶対嫌いな人多いでしょ。このトマトいらー。でもね、野菜の中で一番見た目がいいと思ってるあのトマト。あ、右下からトマト出てきたね。いや、いろいろと違えんだよ、右下も違うし、まず左下でトマトも違えんだよ。これはかぶっていく、いや抜いていこうか、多分ね、そうじゃないと。あ、これちょっとまずいんじゃない、置けない、ここにまず置いておこうか。カポンじゃねえんだよ。右にパウがあるからさ、あのメットを持たなくちゃいけないと思うんだよな。持てなかったけど。まあまあこれでいいでしょ、結果オーライだよ。さあ、ここでブラッパパッ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 、嫁だぜこのハテナブロック、叩いたらまずい、ブラッパが出てきて塞がれちゃうもんな、先に進めなくなりますみたいな。さあ、チビになっていこうじゃないか。で、何この右のマークみたいなやつはさ、これ何なんだろうな。まあいいや、一旦叩いてみようか。もう右のハテナブロックは叩けないと思いきや、左の方叩いてみようか、コイン。まあ、あのコインたちは無視していいでしょう。で、何このハテナブロックは。
あれ？これ進め、あ、進めるじゃん。右の方から行けるっていう感じで、でも一番左もちょっと試してみたくない？ブラバが出てくるのかな。いやー、じゃねえんだよ。ちょ、お前鉄拳どっか行け。左あぶねえ。このさ、隠しブロック出してなかったら閉じ込められてたっていう感じなんだろうね。さあ、この P スイッチ絶対ブラパ落ちてくるって。叩かないで行ってもいいんだけど。いや、もう叩いてみるか。叩いて、ちょっブラバ様ちょっと待っててよかったね。絶対ブラパ落ちてくると思ったんだけどね。さあ、そろそろ中間ポイントに会ってくれてもいいぜ。ディス、うわ、すげえ嫌な予感がする。ヒントの感じかな。ディスネクスト、これは次の、ディシーション、決定するみたいな感じかな。ウィル、何々でしょう。メイク、作る、言うくらい。あなたは泣くことは決定しているでしょうっていう感じかな。あ、嬉しい泣きかい？よしそんなん上等じゃねえか。そんなことしなくてもいいじゃんか。え、今の中間ポイント取ったらダメっていう感じで、これさ、中間ポイント1みたいなの書いてたけど、え、マジ中間ポイント1下ろしなきゃ。やめてやめて。いやー、見事当てられちまったぜ。次はあなた泣くでしょうみたいな。で、この下絶対隠しブロックあると思うよ。僕は落ちないからな。で、ここも隠しブロックがあった。で、中間取らないようにしてこの土管に入ればゴールできる。そういうことなんだろ、制作者。よっしゃさ今日はなかなかハイレベルなトロールコースでしたね。すげえ楽しいコースでした。ありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。危険、暴走、爆速メット列車、命の保証はありません。説明文にはてなはてな、ドアを出たら危険なので動かず待機してください。普通列車からの暴走列車からの爆速列車、良い旅よって書いてるんですよ。まあこれはメットに乗って進むっていうコースだと思うんだけど、こんなの絶対面白いですよねもうワクワクしまくってて胸がムネムネしてるぜ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.07%。 多分最初は簡単だと思うんだよな。普通列車って書いてたから遅いメットに乗っていけみたいな。で、その次が暴走列車爆速でしょ。次からが難しいんだよきっと。さあ、ドアに入っていきます。で、最初は遅くない？このメット最初から速くないですか？すごいよでも楽しい。こんなのね、ルートさえ覚えてしまえばもうこっちのもんなんよ。だが、まだそれがわからん。もう最初から早すぎて全く見えないんだよな。で、2回目も3回目もこれより早いってどういうこと？途中からメットがいなくなるっていうことが分かった。ここから少なくなる。だが、しかし問題ないのさ。さあ、土管に入っていきます。ここで中間ポイントゲットか。なんだ、こっち見んなあれ、車掌さんかなもう全然言えてないんですけど、ここは何もしないと思いきやジャンプする。これは速いパターンなのかな。これが暴走列車みたいな。で、次爆速でやられるピオキングです。皆様お気づきでしょうか。これはね、ズルができると思います。お前がズルするな。音符が跳ねてる時に絶対にかぶれる時が来ると思うんだよな。そのチャンスを絶対に見逃さないで。来た、やべ、少なくなっちまったけど大丈夫か。はいよった。もうズルなんかやめて正々堂々と行きましょうよ。さあ、ここでジャンプしいの。これで鉄球が来たよな。この鉄球一個ずつ、これ足りるかな。ジャンプ、いけ、よっほほほほほ。ゴール？あ、ゴールじゃないんだ。あ、もう一個あるって言ってたね。で、今度はめちゃめちゃ速いみたいな。はいや、はいや、速すぎゃ。これ最後やばいって。ここまで来たらさ、勘で行くしかないじゃん。矢印を信用していけってか。なんだお前。お化け屋敷のステージだからかな。針がめちゃめちゃ見にくいのよこの辺。わざとそうしてるのかな。落ち着け落ち着け、矢印の通り行けば大丈夫なんだ。やった今全然理解追いつかなかったけど、無事ゴールできましたよ。めちゃめちゃ楽しいコースでした。ぜひおすすめのコースですね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、ブランコクレレ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 。説明文に、何これ、サムネにはブランコが一つだけ、そしてこの高い壁を登れてか、何これ、ってこっちが来てよまあおそらく隠しブロックかなんかあるんじゃないかな。それか敵が降ってきてどんどん登っていけみたいだ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.74%。
いや実は僕ですね、マリメのパーツの中でトップ3に入るぐらいブランコって好きなんですよね。カチャカチャしてるのって楽しいじゃん。さあ始まった、このブランコカカ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 。なんだこれ。え、このブランコ意味ないってこと？これでどんどん上に上がっていけみたいな感じかな。ちょみんなまたか。面白すぎるやろこのコース。じゃあジャンプしろ、ジャンプしろ、ジャンジャンプしろ、ジャンジャンジャンブランコが上で何個重なってるのか見た方がいいかもしんないね。1,2,3,4,5,6,7、8回目かな。8回目でジャンプすればいいみたいな。素直に落ちる。だからそれまで連打しろっていうコースなんじゃないかな。1,2,3,4,5,6,7,8。めちゃめちゃ右に連れて行かれるんだよね。だから左を心配しながらしてみ。誰か僕を捕まえてごらんなさい。左しすぎたらダメっていうのが分かった。ちょっと左しながら、はーい、どんだけー。これ6つ。まず左に行って、そっから右を心配しながらじゃ。お先バックレーン。ふざけるなよ、人を UFO キャッチャーの景品みたいにカチャ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 。お前らは UFO キャッチャーの景品になったことないんでしょうね。俺はないよ。 UFO キャッチャーのアームもこのぐらい強かったらいいのにと思う今日この頃ですね。おらこれマジで面白い。めちゃめちゃくだらないようなコースなんだけど本当に楽しいコースでした。どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。